見ながら、ゆっくり見ながらよさこいを楽しめるという会場、そして3つ目が他の2つの会場に比べたら小さなちょっとステージにはなるんですが、一般のよさこいを見に来たわけじゃない来場者の方がこう見かけることができるところにある会場ということで、そこでよさこいにまだ触れたことがないような子どもたちとか海外の人とか、そういう人によさこいを知ってもらえる、発見してもらえるような、そんなステージにしたいなと思っています。他にもたくさんね、企画を考えたりしているので、6月26日ぜひお休み取ってください。よろしくお願いします。それではエキスポよさこい20
しんでいきましょう。ありがとうございました。